こんにちは、おしょうです。いつもご視聴ありがとうございます。はい、今回ですね、皆さんの質問に答えるコーナーなんですけれども、はい、電源の取り方のテーマ、ちょっとね、動画を上げたらですね、電源を取るときにバッテリーのマイナスは外した方がいいんですかっていうご質問だったんですけれども、はい、ですね、説明する上でちょっといくつか注意点があります。はい、まあ、かなりな初心者の方に向けてお話しているので、まあ、そうでない方はまあまあ見る価値もない動画というか、そんな感じになっちゃいますけれども、はい、まあ、知らない方、知ってる方、知ってるつもりの方、まあ、いろんな方がいると思うんですけれども、ちょっとまあもしね、知らないとちょっと、恥をかくというかね、そこでうまくいかないこともあるので、ちょっとまあ確認のためにでもまあ見ていただけたらなとは思いますけれども、はい、電源を取るときに、電源の取り方という動画を撮ったんですけど、電源を取るときにじゃあバッテリーのマイナスを外した方がいいですかって話なんですけれども、まあバッテリーから電源がこう来てますね。これバッテリーです。これバッテリーから電気がこう流れてきてるんですけど、まあ、絵がね、絵のどうのこうの話はもういいです。はい。で、電源がこう来てて、赤がプラスです。黒がマイナスです。はい。で、電源を取りたいと、12V の電源が必要なものを取り付けたいという時に、何かこう電源を取りたい、何か電源を取りたいものはここにあって、ここにプラス、とマイナスがあって、ここにこう線をこうにつないだいなっていう時に、ショートしたり感電したりっていうことを恐れてマイナスを外すという上では、これは確かに有効なんですね。マイナスを外すというところは、まあショートしたり感電したりという恐れがある分には、まあそれね、それをね、避けるためには必要なんですよ。で、そのためにはこうね、ここをいきなり、ここですね、マイナスを外して、ここを、ここの部分ですね、ここの部分一回マイナスを外して、そこから電源をこう取っていくという上ではまあ確かに感電するとかショートするっていうことは防げますよね。ここまでは分かりますね。じゃあマイナス外すということは、当然プラスもね、マイナスを、ここも分かんない方がいたらちょっと難しいんですけど、マイナスを外したらですね、プラスの電源も、はい、通らないんですよね。分かりますかね。マイナスを外すということは、プラスの電気もアースがないと電気っていうのは流れないので、流れる先に最終的には何かを通って、最後にはボディアースなんですね、アースなんですよ。で、戻ってくるから 12V がこう流れるんです。流れが止まるわけですよ、ここで。流れが止まるので、基本的には外した時点で電気が流れてないの分かりますかね。じゃあですよ、マイナス外しました。感電したくありません。ショートもしたくありません。ね。マイナス先外しました。で、線がですよ、線がこう、実際車っていうのはプラスとマイナスの2本で赤と黒で全部ができてるわけじゃないんですよ。いろんな色がいっぱいこう通ってるんです。いろんな色がいっぱい何十本っていう配線の束の中から、あなたが取りたい 12V はどれですかっていう話ですよ。わかりますかね。ものすごいいっぱい線があるんですよ。10本20本とかっていうワイヤーハーネスって言われる配線の束の中から ACC っていうのがありますね。 ACC アクセサリー電源、アクセサリーっていうのはキーを1個目カチンとオフから1個目カチンと回したところが ACC ですね。その次に、キーがオンがありますね。その次にスターターがありますね。 ACC の次がオンです。オンで、キーシリーダーオンです。で、その次がスターターですよね。スターターで、どの電源が取りたいか、アクセサリー電源、キーを1個目カチンとやったところの電源なのか、その次のオンなのか、その次のスターターの電源なのか、いろいろあるんですけど、それがダーッと流れてる配線の中で、これを探し出すために
マイナスを外してる状態でどこに電気が通ってるかってね、テスター当てても分かんないですよね。テスター当てようがないじゃないですか。全部電気流れてないわけですから、マイナス外しちゃったら電気が流れてないのにどれがね12ボルト来てるかなんて分かるわけないんですよ。分かるわけない状態で探そうとするのはもうこれ無理なんですよ。無理、一か八かっていうのもありますけど、またはね、または配線図でどの色のどの線かっていうのはある程度は追っかけられるんですけれどもね、確かに配線図見ればなんとなくわかるんですけども、配線図っていうのはねプロが見てわかるように作られているので暗号ではないんですけどね、暗号じゃないんだけどプロが見てわかるように作られてるんです、配線図は。配線図の見方の勉強しなきゃいけないし、ましてねそれが合ってるかどうか確認しないでつなぐっていうのはかなり無謀じゃないですか。だからここ大事です。だからマイナスは外さないんですよ。外さないでどこに12ボルトが来てるかをこうテスターでこう調べて、そこにアクセサリー電源はこれだなってテスターで測って、ここに ACC にキーを1個だけカチンってやった時にアクセサリー電源っていうのはこれだなっていうのをこうねテスターで探すんですよ。電気を流しっぱなしにしてそれで探すんです。そうやって探していくのが普通の常識的なやり方ですね。配線図を見、バッテリーのマイナスをね外した状態で配線図を見ながら一か八かよしこれだってつなぐのは余計危険です。感電はしないかもしれないけどもショートしたり、まあ、車両火災になるっていう可能性はあるのでちょっと危険ですね。うん、で一つじゃあ注意点があります。注意点があるんですけども、ちょっとね絵に描くのが難しいんですけれども、うまく描けないけど、このニッパーね、ニッパーです。ニッパーでこれ2本同時にニッパーで切るとどうなるかってことですね。電源が流れてる状態で、電源が流れてる状態でニッパーで同時に2本同時に切るとどうなるかっていうと、ニッパーを通じて感電したりショートしたりするわけですね。わかりますかね。だから配線っていうのはものすごい束になってるんだけれども、必ず1本ずつ切るようにしてください。2本同時に切るとねそれは危険ですということですね。はい、ただですよ、私の動画はね、いろんな方に向けて、いろんな初心者の方に向けて、いろんな方に向けて配信しているので、こういう動画を見ていろいろ勉強していただきたいんですけれども、マイナスを外した方がいいですかっていうようなレベルの質問をするっていうことは、相当な初心者なので、絶対に一人でやらないでください。まあそのレベルの質問をするということはちょっと詳しい友達、詳しい友人、整備士、何なりもうとにかくその詳しい人に聞いてください。そんな人自分の身近にいませんっていうのであれば、1回目はお金を払うから見させてくださいというのが正しい方法だと思います。そのレベルの質問をするということはちょっと危険です。はい、マイナス外した方がいいです。電源を取るときにマイナス外した方がいいですかって、まあそれはね、外す外さないそれぞれあると思いますけれども、それぞれあるかも、やる場所によってとか、いろんなね状況によってあるかもしれないですけれども、まあその質問をするということはまだやったことがないというか、本当やったときに大失敗をしたとかね、いろいろあるかもしれないんですけども、ちょっと危険かもしれないのでね。はいはい、とりあえずですね、まあ今回来た質問に対しては、まあ、こんな感じの回答になっちゃったんですけれども、まあ、皆様ですね、お役に立てたらチャンネル登録、高評価もお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。